どうも、アイチーです。今回はですね、受験生と、まあ、受験生じゃない方、そのね、共通というか似たような質問をいただきまして、あ、これちょうどいいなと思って、まあ、それ両方答えていこうと思います。で、受験生の方は何かっていうと、志望校、まあ、皆さんこう、もう決まってたりとか、あの中のどれがいいかなとか、まだ全然決めてないやなんて方もいると思うんですけど、志望校を決めるときに、自分を高めのレベルを志望校にした方がいいのか、それとも、まあ、自分の中で、まあ、大丈夫かなって思うところをした方がいいのか、どうしたらいいですかっていうところがあって、で、受験生じゃない方は、テストの目標、中間とか期末の目標を立てるときに、高い目標を立てた方がいいのか、それとも、まあ、低めの目標、立てた方がいいのか、どうしたらいいですかって、まあ、目標立て方ですよね、について質問をいただきました。ね、ありがとうございます。で、これはですね、どっちでもいいって言ったらどっちでもいいんですけど、できれば高めの目標を設定してください。どちらにしても。受験生の志望校にしても、定期テストの得点にしても。ただ、大事なことがあって、それは、その目標を立てるじゃないですか。それを、本気になれるのっていう。そこがすごく大事。本気になれるのかっていう。例えば、人の性格にもよるんですけど、高い目標を掲げた時に、ここね、目指すじゃないですか。ああ、絶対無理だわ。って思う目標って、もはや目標として機能してないんですよ。だって無理だと思ってるんだもん。でも、例えばその、高い目標を掲げてしまうことによって、もう諦めてしまうというか、もう、なんだろ、ただ掲げてるだけであって、何もそこに思いがないっていう状態になってしまったら意味がないと。だってそういう場合はもっと下げた方がいいよね。そう。で、その、ラインはさ、人によって違うわけよ。だから今ここにさ、ここのレベルにいる子が、ここじゃないと本気になれない子もいれば、ここまで本気になれる子もいれば、ここで本気になれる子もいるわけよね。だから、みんな自身が目標を立てた時に、本気になれるかどうかをぜひ大事にしてください。で、もう一個、これだけ伝えちゃうとね、結構ね、現状以上目標に掲げる子もいます。で、それが、悪いとは思わない。あのね、やっぱ性格によってあるからさ、自分もたくさんの生徒見てきたけど、本気でね、現状維持が目標設定した方がいいタイプの子もいたの。実際いたんだけど、でも、現状維持はできればやめよう。あの、10点だけでもいいし、例えば志望校現状が偏差値55だったら、ちょっとね、1、2ぐらいの上のところでも構わないんで、少し、ちょっとでもいいから斜め上をちゃんと見てるような目標設定にしてください。でも、それよりも大事なことは本気かどうかです。で、例えばね、これ自分が年始、1年の最初にいつも目標掲げるんですよ。1月1日に発表するんですけど、今年これが目標なのね。で、一番目の再生回数7000万回あるじゃないですか。いや、もうこれさ、もうこの時期、10月にもうそうそうなるからちょっとぶっちゃけますけど、これはね、この目標の中で一番悩んだのがこれだったの。7000万回。で、正直言うと多分無理だ今年。7000万回は多分無理だと思う。今現状昨日の段階で4000万回なので、残り3ヶ月でしょ。3ヶ月で、1ヶ月1000万回ペースでいかないと届かないんですよ。自分のチャンネルそんな行ったことがないんですよね。そう。で、また、掲げるときに最初、本当は5500万回にしようと思ったんです。自分の計算上ね。でも、なんか、自分の中2018年はすごいチャレンジの年で、ダメだと。で、5500万回は、ある程度頑張ったら届くんじゃねえかなっていう目標だったの。自分がもし今受験生で、俺偏差値55ぐらいの高校に行ってるんですけど、まあ、50ぐらいだったらさ、55ぐらいだったらもう届くかなって思うじゃんか。そのぐらいの感じ。でも、ダメだと。今年はもっともっと向上心持ってやんなきゃいけないと。自分もっときつめ、きつく縛んなきゃいけないと思って、7000っていう数字にしたのね。で、掲げた時からちょっと、んとは思ってたの。7000かって思ってて。そういう立て方。これがいけない。もう本当に自分でやっちゃって申し訳ないんだけど。でも、今ここでね、なんでこれを出して、これ出さなくてもよかったんですよ、今回。この動画出すか迷ったんですけど、出したのは、今そう言いましたけど、ここでね、一個ちょっと、自分の中で負荷をかけてて、それでも7000万回達成してみせます、今年。ちょっと頑張る。はい。まあ、これで言ってさ、達成できなかったらかっこ悪いんだよ。非常にかっこ悪いんだけど、でも、なんかね、今年ほんといろんなことがあって、半年間もうちょっと経ってる、もっと経ってるね。いろんなことがあって、で、自分の中でもこの7000万っていう数字に関しては、無理じゃねっていう気持ちもあるの。すごいそれと戦ってる。でも、無理じゃねっていう気持ちの自分と、いや、それでもやるだけやるんだけどって。達成できる可能性は 0% じゃないでしょって言ってる自分が今戦ってる。ずーっと戦ってる。これに関しては。拳で。そう。だから、みんなに関してもね、その目標設定は分からない。どれがベストかっていうのは分からないんだけど、本気で目指せるもの。戦ってやろう。今の自分みたいに、
どっかで無理じゃねって思ってるかもしんないけど、その無理じゃねって思ってる自分、戦えてる自分、でもやるっきゃねってやってやるんだよって思える自分がいるんだったらそれで構わない。で、もし目標が周りの人にバカにされるとかそういうことがあったとしても気にしなくていい。目標を決めるのは周りじゃなくて自分自身だから。みんなの人生だから。いいね。そこを意識して、ぜひね、目標を掲げて、まあ、受験を戦っている方も、今回定期テストね、これから戦う方もそうなんですけど、一緒に戦っていきましょう。